スティーブン・ジェラード、スティーブン・ジョージ・ジェラード、スティーブン・ジョージ・ジャンハードンベ、1980年5月30日隊は、イングランド・マージー・サイド・シュー・ウィストン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代は、イングランド代表。ポジションはミッドフィールダーだが、中盤ならどこでもこなせる、ユーティリティ選手であった。幼少の頃から、リバプール FC のアカデミー、 株組織で才能を磨き、1998年にトップチームデビューを飾る。デビュー当初は右サイドバックとしてプレー。その後、ポジションをセンターハーフにコンバートされる。1999年12月5日のシェフィールドウェンズデー戦にて初ゴールを決めた。2000から01シーズンではリバプールのレギュラーとして活躍。売り監督のも UEFA カップ。 FA カップ、リーグカップの三冠達成に貢献した。リーグカップの決勝マンチェスター優先では、先制点を決めた。2002から03シーズン、2003年5月11日の、プレミアリーグ最終節チェルシー戦では、勝った方が4位で、UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得という、状況の試合であったにもかかわらず試合中に不要意な、ドカードをもらってしまい、 1>, 1から2で敗れて5位に終わり、チャンピオンズリーグ出場を逃した。2003から04シーズン途中に、サミヒーペアからキャプテンを引き継ぐと秘めたるポテンシャルが、一気に開花。同シーズンもチャンピオンズリーグ出場権を争う位置に、いたが、シーズン終盤の大活躍によって最終節を、待たずして4位を決め、前年の汚名を返上。シーズン後に、 AS のマイケル・オーエンがレアル・マドリードへ移籍し、一時は、ジェラード自身にもチェルシー移籍の話が持ち上がったが、記者会見で残留を明言した。2004年末、UEFA チャンピオンズリーグにおいて、GL で敗退すれば、チェルシーへの移籍が決まりかけていたが、GL 突破には2点差以上の勝利が義務付けられた、最終戦のオリンピアコス戦で、 試合終了間際にミドルシュートを決め3から1とし、逆転でチームを決勝トーナメントへ導く。決勝トーナメントでは得点こそなかったものの、存在感を示しチームを決勝戦へと進出させた。決勝の AC ミラン戦では3-0の,のビハインドを覆す逆転優勝のきっかけとなるヘディングシュートを決め、その後チームは同点に追いつき、PK 戦の末ミランを下し、 リバプールに5回目となるチャンピオンズカップトロフィーをもたらした UEFA 年間最優秀選手を受賞またこのシーズン終了時に再びチェルシーへの移籍が報道された代理人が交渉は修羅場になったと発言するほど契約延長交渉は乱れたようだがこれはジェラード本人とクラブ側との些細な思い違いから始まったものであった 正式な会談を持った結果、ジェラードはあっさりとチームへの残留を決めた。2005から6年シーズンの CL 予備予選の座入、セインツ f c 戦、第1戦では、ハットトリック、2戦でも2得点の活躍を見せた。2005年末には、日本開催の FIFA クラブワールドカップ、準決勝サプリサでは強烈なボレーシュートでゴールを決めたが、決勝で、サンパウロ FC に敗れ、 リバプールは準優勝に終わったが2005から06の FA カップ決勝のウエストハムユナイテッド FC 戦では同点弾を含むにゴールを挙げる活躍を見せチームに FA カップをもたらした初の PF 年間最優秀選手賞を受賞2006から07シーズンは2年ぶりとなる UEFA チャンピオンズリーグ決勝進出に貢献したが決勝では2年前と同じ 相手 AC ミラーに敗れ、リベンジを許した。2008から09シーズン、UEFA チャンピオンズリーグの PSV 戦において、自身100ゴール目となるフリーキックを決めた。2009年3月22日、アストンビラ戦でリーグ戦初のハットトリックを達成したように、2008から09シーズンはポジションを少し上げたことにより得点力が増し、 自身最高のリーグ16得点をマーク。リーグ得点ランクは、ニコラ・アネルカ、クリスティアーノ・ロナウドに次ぐ3位となり、チーム得点王となった。2009から10シーズンは、チームの不振により、ジェラード自身も度重なる怪我に悩まされた。春先になり、チームと共に調子を上げたものの及ばず、リバプールは7位に終わった。2011から12シーズンは、 カーディフを決勝で破り、リーグカップの獲得に貢献した。また3月13日のリング戦、エバートン戦で、ハットトリックを達成した。2013から14シーズン、2013年10月19日の、ニューカッスルユナイテッド FC 戦で PK を決めて、プレミアリーグ通算100ゴールを達成した。2013から14シーズンは13ゴール13、アシストを記録。 最終的に優勝は逃したが、チャンピオンズリーグ出場権の獲得に貢献。またピーフ年間ベストイレブンにも選出された。2015年1月2日、2014から15、シーズン終了後にリバプールを退団すると発表。翌日にメジャーリーグサッカーのクラブに加入することを明らかにした。2015年2月4日、 FA カップ4回戦のボルトン戦に出場し、イアン・キャラハン、ジェイミー・キャラガーに次いで、クラブ史上3人目となる通算700試合出場を達成した。4月25日のウェストブロム戦で、リーグ戦500試合出場を達成。第35節の QPR、第36節のチェルシー戦で連続ゴールを記録。最終節のストーク戦でも、最後のゴールを決めた。 2015年1月7日、ロサンゼルスギャラクシーに7月から加入することが発表された。ロサンゼルスギャラクシーでも背番号は8であることも発表された。7月3日、ロサンゼルススタブハブセンターに到着。メディカルチェックを受けた。同年7月7日より公式に LA ギャラクシーでの練習を開始し、同日10時には入団記者会見も開催される。 また新天地でのデビューに向けて意気込みを語った。2016年11月6日、MLS カップのプレイオフ、コロラドラビッツ戦で PK の末チームは、敗れ、11月15日、同年シーズンをもって LA ギャラクシーを退団することが発表された。2016年11月24日、現役引退を表明した。2000年5月31日のウクライナとの 新善試合で代表デビュー2000年6月 UEFA ユーロ2 0 0 0出場2001年日韓ワールドカップ予選のドイツ戦で代表初ゴールを記録2002年日韓ワールドカップは怪我のため落選2004年 UEFA ユーロ2 0 0 4出場スイス戦でゴールを記録2006年ドイツワールドカップ出場一時リーグ第一戦トリニダードトバゴ 第3戦スウェーデン戦で得点を挙げる活躍をしたが、準々決勝のポルトガル戦の PK 戦では PK を失敗、イングランドも敗退した。2010年、南アフリカワールドカップ出場、大会直前の練習で、代表首相のリオファーディナンドが負傷離脱したため、副首相であるジェラードが首相を務め、一時、リーグ初戦アメリカ戦で先制ゴールを決めた。 2012年 UEFA ユーロ2012出場2012年11月15日のスウェーデン代表との試合で代表キャップ数百を達成した2014年ブラジルワールドカップ出場2大会連続で首相を務めた大会後の同年7月に代表引退を表明した2017年1月20日フルスリバプールのアカデミーコーチに就任した 2017年4月27日、2017から2018、シーズンより、アカデミーの U-18 カテゴリーの監督に就任することが発表された。2018年5月4日、スコットランドのレンジャーズ FC の監督に就任することが発表された。23、114、21、バージーサイドダービー230得点、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。